ハモル、どうも紅茶ガーデンです。今回なんですけども、我が家ではいろんなペットフードを使っているんですけども、それのね、もうちょっといい感じに置けないかなと思ってね、いろいろ購入してきました。なので今日はね、整理整頓動画となります。開けてこうやってプチ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 ってするのがあんまり好きじゃなくて、なんならたまに開けっぱなしにねなってたりすることもあるじゃないですか。私だけかな、いやみんなあると思うんですけども、開けっぱなしになってしまうとね、モルモットフードってビタミン C がね入っていることが多いんですけども、ビタミン C はね空気に触れるとどんどん抜けていっちゃうんで、あんまり良くないと。あと光に当てるのもね良くないみたいですね。ってことはやっぱこの開けっぱなしはだいぶ悪なんですよね。でもやっぱたまにね開けっぱなしになってる、なってるということで、いろいろ今回買ってきたんですけども、100円ショップでね買えるものばっかりですね。あ、これはあのね、ミスドの福袋買ったらなんかミスドが50個もらえるっていうカードもらったんで、今日もらってきました。今日親が遊びに来るって言ってたんで買ってきました。いや違う、もらってきました。はい、で次はこれはあのなんか私シトラスの香りが好きなんですけども、それのなんか柔軟で、あとあの今回買ってきたのはキャンドゥですね。こういうのとか調味料理ですね。多分砂糖とか塩とか入れられるもので、しかもなんか重ねられるってことで、こちらをですね3つ購入してまいりました。であとなんか良さそうだなって思ったのはこちらですね。じゃかじゃん、これは多分水とかお茶とかそういうのを入れるものだと思うんですけども、これもねほらなかなかちょうどいいサイズの穴ぼこで、うん、これもなんかいい感じに使えるのかなと思って購入してみました。なんでねこれにしたかっていうと、やっぱこれはこう開けやすいじゃないですか、パカってこうやって、でしかも閉めやすい。よくね瓶とかだとこうやってパカっていうのはあのもうめんどくさいんで嫌です。ただ毎回こんなやってたら時間がもったいないんで、私はこういうパカッペッ。なんでよく使ってるフードはこれ、そんなに使ってないフードはこれってやったらもしかしていいのかなと思いまして買ってみました。早速使ってみましょう。はい、こちらが生き物用のクローゼットなんですが、真ん中の段を主に使用しております。ほらやっぱこうやってね開いてる、ズボラだから。で上の段はあまり使っていないもので、下の段は左側がねペットシーツ置いて、右側の奥はアクアリウムで使ってないものとか置いてます。でモルちゃんがね入っていかないようにバリケードもこうやって作ってます。これも100円ですね。いつも私はここでモルモットたちの餌を1匹ね 20g から 30g 測ってあげてるんですけども、やっぱとっちらかってますね。そんなもんです。こういったね床とかはめっちゃ気を使ってるんですけども、こういうところはねそんな気使わないんですね。あの床にだけこだわりが出るタイプですね。床だけ几帳面なんですよね。まあ、別にここは汚くても何も害ないからいいかなって感じなんですけども、床はねほらなんか落ちてたりしたらモルちゃんが食べたりしたら困るじゃないですか。そういう意味ではここはあんまり綺麗にしてないです。綺麗にする順位が、優先順位がねそんな高くないでね。ここの上の段は封が開いてないもの、間違えるからね。で下の段が封が開いてるものになってます。で今ねよく使ってるのはこちらのねニトリのなんだろう、なんか餌入れではないと思うけど、これはねいいんですよ。ここをねポチッと押すと開く、で閉めるのも簡単、開きが悪いですね。でここ取っ手もついてるんで持ち運びもしやすいし大容量です。そしたらやっぱ一番使うのは、っていうかなんかねこれここが若干重たいんだよね。これはなんでだろう、個体差がありますね。これはね1リットル入るみたいです。あれ硬てめっちゃ硬いじゃん、なにこれめっちゃ硬いじゃん、う硬てなんだこれめっちゃ硬い、なんでだろう、バグってる。
あ、こっちは大丈夫だね。この白い方がちょっと回すタイプじゃないみたい。パカッとタイプみたい。あー壊れそう。100円だからな、壊れそう。あ、これパワータイプ用の餌入れだったわ。クソ。みんなも買うときはちゃんと開くかどうか確認して。あー取れた。でこれ一番使うのにはこれガーデンセレクトオックスボウ、これをね入れておきますか。こぼしそう。でちゃんと餌が出るか確認してみましょう。あーちょっと出が悪いちょっと出が悪いな。ちょっと出が悪いっすね。あーこれはめんどくさいの買っちゃったミスったかもしれん。もっとこれはフードがちっちゃいタイプでやんないとダメだったかもしれないです。一気に全部入れなきゃよかった。え、じゃあこのね丸っこいタイプのフードはどうでしょうか。こっちで使えるならね。あ、うん、丸っこいタイプの方がではいいですね。でもそんな出ないからちょっとめんどくさいかも。ミスったかもみんな。はい、ということでこれはちょっと微妙だったかもしれないです。はい、かなちそしたらこっちですね。はい、こんな感じで。でこのフードもそんな使ってないんでこっちに入れちゃいます。これなら餌がね与えやすいです。無難にこっち系の方が良かったかもしれないですね、これじゃなくてで私はビタミン C とかもここに入れちゃおうかなと思ってます。はい、ビタミンも入れてみました。ビタミン C はね光とか空気に触れるとビタミンがね抜けてっちゃうっていうんで、これに入れるのどうかなとは思うんですけどもね。ここの中クローゼットなんでね、非常暗いっちゃ暗いとは思うんですよね。これは微妙だったらやめるかもしれない。こうやってね重ねることもできて結構いいんじゃないでしょうか。これがねちょっと残念でしたね。意外と出てこない。あ、これは出てくるね。こういうね丸っこいタイプなら出てくるみたいですね。はい、ということでね、私的にはねこれが結構使いやすいのかなって感じたんで、これをね増量しようかなと考えております。皆さんもねこういう餌の保管とか整理整頓どうなされてますか。もしよかったらコメント欄にこういうのがあるよとか、みんなで情報共有してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。